サムエル・エドワード・サム・ハッチンソンは、バークシャー州、スラウ出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。チェルシーユース出身のプレイヤー。2007年5月13日、エバートン戦で、プレミアリーグデビュー。カルロ・アンチェロッティの下では主に、サイドバックのポジションで出場。DF ならどこでもプレーできるよう、サイドバックのポジションにも、対応可能なため、 アシュリーコールのバックアッパーとしても見込まれていた。一度は膝の慢性的な怪我が治らずに2010年8月19日にわずか21歳での引退を発表。しかし2011年に復帰し、2011年12月31日のアストンビラ戦でベンチ入りしている。2014年1月2日、レンタル先のフィテスセからチェルシー FC に復帰したことを発表された。 2014年2月14日、フットボールリーグチャンピオンシップのシェフィールドウェンズデー FC へレンタル移籍すると発表した。2014年7月8日、シェフィールドウェンズデー FC への完全移籍が発表された。2007年 U-19 イングランド代表ではドイツ戦でキャプテンに任命されている。サム・ハッチンソン・サインズ・パーマネント。 シェフィールドウェンズデディール。シェフィールドウェンズデ FCHTTPWWW.SWFCCOUK ニュースアーティクルサム・ハッチンソン・サインズ・パーマネントシェフィールドウェンズデディール -1726231 アスピックス2014年8月27日閲覧。ありがとうございます。